1988年世界フィギュアスケート選手権は、1988年3月22日から3月27日まで、ハンガリーのブダペストで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。今大会は、カルガリーオリンピック直後の開催となったが、メダリストが全員出場している。表彰台はペアを除きオリンピックと同じ顔ぶれとなった。男子シングルでは、ブライアンボイタノが、 自身二度目の優勝となり、オリンピックとの二冠を達成した。女子シングルは、カタリナビットが二度目の連覇と通算四回目の世界、選手権優勝となり、サラエボオリンピックのシーズンに続き、二度目の三冠達成となった。ペアはオリンピックで、銀メダルだったワロワワシリエフ組が、フリーで逆転をし、金メダリストのゴルデーワグリンコ含みを破り、 自身3度目の優勝となった。一方、オリンピック銅メダルのアトソンオペガード組は、ショートプログラムは4位につけていたが、フリーで7位となり、総合6位で表彰台を逃した。3位には、オリンピックで4位だったセレズネワマカロフ組が入賞した。ありがとうございます。